ロサンゼルスに行った時の、音楽の影響で、ハウスミュージックとかですね、テクノミュージックっていうのをその時にいっぱい体験したんですけど、それをゲームミュージックでやってみたらどうなるだろうと思って作ったのがこのベアナックルの曲ですね。でちょっと恥ずかしいんですけど、当時に流行っていたいろんなハウスミュージックとかテクノミュージックの影響がものすごく強くて、で多分このビートを皆さん聞いて分かる人もいるかもしれませんけど、その時にエニグマっていうバンドが流行っていました。でそれがこのリズムをすごく効果的に使っていまして、でそのリズムの名前はグラウンドビートっていうんですけど、それがもう私にとってはすごく新鮮で、でもうこれは絶対にゲームミュージックでやってみたいっていうふうに思って作ったのがこのベアナックルのサウンドですね。でその他にもいっぱいいっぱいテクノとかハウスに影響を受けた音楽がベアナックルには入っています。で例えばドラムベースを2人で聴きに行ったら、これをゲームのサウンドに持ち込んだらどうなるんだろうっていう感じで実験してみたりだとか、でも結構制限があったんで、ゲームミュージック作るのに制限があるんですね。要はサンプリングを使ったりだとか、長い時間できなかったりしますので、じゃあどうしたらドラムベースみたいなサウンドをゲームミュージックの制限の中で作れるんだろうって工夫をしたりだとか、そういうことを2人でいろいろ相談しながら作っていったんですね。中にはアンダーグラウンドレジスタンスとか、それからクラブミュージックの中でもダンスミュージックだけじゃなくてプライマルスクリームですとか、アブストラクトなものですとか、オルタナロック的なものもゲームにどういうふうにこう取り入れられるのか、いろいろ実験の場という感じでやっていきました。